みなさん、こんにちは、増岡翼です。今回は私、佐賀県にやってきました。今日はですね、私なりにちょっとね、行きたいところを調べてみて、いろんな観光スポットとかを巡れたらいいなと思って、私も初めて行く場所が多いので、動画を見た皆さんもここだったら行ってみたいっていう場所をちょっと私なりにいろいろ紹介できたらと思うので、最後まで楽しんで見ていってください。というわけで、早速一つ目にちょっと来たんですけど、こちらはですね、私が今回佐賀県で調べた中でもう一番行きたかった場所です。すごい今からワクワクしてるんですけど、ここはサウナとアートが体験できるような場所になっていて、なんと私も大好きチームラボが手掛けている施設なんですね。なのでちょっと早速中に入って見てみたいと思います。入ります。あ、すごい、すごい、めちゃくちゃ綺麗、すごい。鏡が周りに置いてあるので、ランプに囲われているような感じがして、すごい不思議な空間。すごい、下から上まですごい数のライトが、なんか幻想的。支配人の前田さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどういうコンセプトで作られたお店なんですか？はい、そうですね、こちらはですね、敷地内に御船山楽園という広大な森がございまして、はい、その森とつながるように、チームラボの作品でランプの森っていうのを展示しております。あ、じゃあこれ自体がもう森を表現してる。はい、そうです。この御船山楽園の敷地に合わせた色を使っています。で、今の時期はですね、春の野山っていう題目でですね、主に山吹を5色で表しています。じゃあ来る季節によっては全く、はい、違う色になるんですか？そうですね、もう3月の中旬ぐらいからこの桜でピンクに変わりますね。ピンクに、はい、すごい。ここはもうだって写真スポットですよね。スポットですね。え、はい、画像で見て、はい、でぜひ来てみたいと思ったんですけど、はい、まさかもう入った瞬間サプライズがびっくりしちゃいました。で、ここ実はホテルのロビーなんですよね。そうですよね、はい、もうここで終わりかと思いきや始まってないですよね、まだね。ちょっと写真撮ります。あ、すごい綺麗。でもまだ何も始まってないんですもんね。いや、いいスタートだな。こちらはですね、サウナシュラ2019年2020年2連覇を撮ったすごいサウナということで、私すごい行きたかったので楽しみなんですけど、こちらはですね、私のコラボ動画ということなので、私の方の増岡翼チャンネルの方でサウナの様子は載せたいと思いますので、そちらの方もぜひご覧になってください。というわけで早速行ってきます。嬉野温泉といえば湯豆腐が有名らしくて、こちらの今日は横丁さんにお邪魔したいと思います。それでは早速中に入っていきます。いい匂い、出汁のいい匂いがする。よろしくお願いします。こちらは湯豆腐専門のお店なんですか？湯豆腐専門ではないですけど、湯豆腐を、はい、やっておりますね。嬉野ではですね、はい、この温泉湯豆腐はどこの旅館でも飲食店でも出しております。嬉野、の温泉水を使ってですね、木綿豆腐を炊きますと、豆腐が溶けて、溶ける、はい、はい、柔らかくなるから溶けるんです、ね、そうですよね。じゃあ、はい、そうです。はい、私湯豆腐大好きなんで楽しみです。じゃあよろしくお願いします。こちらがサインですけど、はい、はい、お待たせしました。ありがとうございます。わあ、すごいおかずの量。いきます。お、どういうこと？お豆腐います？え、ここに入れる。こっち、はい、こっちじゃなくて、はい、え、はい、入れます。はい、これをそのまま、はい、はい、いただきます。ちょっと見たことない
まだ豆腐が出てこないんですけど、どこにいるんだろう。え、なんかとろけてる。そうです、はい、うん、美味しい。え、ちょっと食べたことない味、めちゃくちゃ美味しい。柔らかいですね。なんかとろっと溶ける感じというか、東京で食べたことないです、この湯豆腐。木綿なんですか？え、絹ごしみたいに柔らかいですよ。あ、本当だ。なんかよく見るとちゃんと形はしっかりしてるんですね。なのになんかとろける。しかも味がしっかりついてて、この出汁が。そうですね、木綿豆腐は木綿でこしているわけですよね、うんうん、だからそこに気泡がたくさんあります。なんかここに、はい、そうそうそう、気泡が、その中に温泉水が入り込むことによって溶ける、柔らかくなるということになります。絹じゃこれはできない。そうですね、しっかりお出汁の味がするのに白いんですよ、スープが。え、どういうこと？白出汁とかってことなんですか？秘密なんですね。そうです。本当に美味しいです。ありがとうございます。いや、すごい美味しかったです。お土産買っちゃいました。はい、息子にも食べさせたくて。あ、これこれ買いました。出汁の味がもうついてるって、もう一回食べれる。サウナどうだ？サウナはもうすごかったんですよ。以前自分の動画で藤森慎吾さんにあのサウナを教えていただいて、でここがデビューだったんですけど、整わなかったんですよ。でやっぱサウナって整うの難しいのかなって、サウナの道厳しいなって思ってたら、なんと今回ラタンの湯で1回で整いました。もうなんか多分全身がもうふわーっと、私的に天国とか楽園に行った感じがしました。今回私1回目で15分ぐらい入って、で水風呂は本来は17度ぐらいだったんですけど、そこに1分以上かな入ったら、もうなんていうんだろう、手とか顔、体がふわ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 ってする感じがして、でふわふわってしながら寝そべったら整いました。なんだろうこれ、なんか224っていうおしゃれなお店が。ちょっと気になるから入ってみます。失礼します。なんかちょっと外がおしゃれだったんで入ってきちゃったんですけど、こちらのお店は何屋さんでしょうか？ここはあの、はい、焼き物メインの食になります。へぇ、アクセとかピアスとか。これちょっとタコイスっていう特殊な焼き物で、はい、香りをつけれる香りをつけられるんですか？はい、ちょっとお気に入りのブレグラスをつけるともうずっと変わってる。へ、はい、珍しい。ちょっとユニーク系で言うと、こういうの、はい、一味と七味入れなんですか？え、かわいい。こだわってる人しかこれ喜びわかんないけど、うちこだわってるからすごいわかる。一味と七味なの、ちょっとギャグっぽいというか、かわいい。ちょっとこっち側なんですけど、はい、これも醤油皿で、はい、醤油を注ぐとおにぎりになる。これえ、本当だ。ユニークな商品多いですね。これもすごい軽い材質のもので、うん、これが普通の時期の丼なんですけど、うん、でこれがその新しい素材ですけど、30% ぐらい軽くなっていて、うん、あ、え、全部軽い。音が鳴るようになっていて。音？はい。え、本当だ。視覚障害のことで、すごい優しかった。いやでもやっぱり、え、多分息子が一番喜ぶのは、あー、どうだろう、これも好きだ、これ好きだと思う。これと絶対に絶対これ、うちの息子が辛党なんですよ。で一味と七味の違いが分かる男なんですよ。でちなみに一味派なんですね、私たちは。でもこれ多分一だけ買ってもこれがあって成立しますもんね。そうですね、一と七があって、どっち派みたいな。これとおにぎり買ってってあげようかな。可愛くないですか？オリジナルってことですよね。あ、そうですね。の、はい、オリジナル。そうですよね。買います、これ。あ、足湯ありましたよ。
え、すごい、こんな突然足になるんですね。あったかい。あ、ちょっと熱いぐらい。おお。わあ、気持ちいい。あ、あったかい。気持ちいい。すごい、佐賀ってこの街中に足あるんですか。いいなあ。絶対に東京にはない、これは。トロトロしてます。だって調べたら、なんだっけ、三大美人の湯に入るんですよね。温泉好きだから、結構いろんな温泉入るんですけど、これは絶対ツルツルになる。気持ちいい、ずっと入ってられる。というわけで、いろいろなスポットを巡ってきたんですけど、やっぱり地元のいいところは地元民に聞きたいということで、あの人にぜひいろいろ聞いてみたいなっていうことで、後半はこちらの方の元へちょっとお尋ねしたいなって思っているので、ぜひ後半も楽しんでみてください。